毎度ネギ前でーす。はい、というわけで今回は最近ね使い切ったこの、まあ、ほとんどスキンケアが多いんですけど、それをね紹介していきたいと思います。使い切ったこのパッケージ容器を置いておくっていう習慣がついてなくて、すぐに処分しちゃうんですよ。でもね今回ちょっと頑張って貯めたものがねいくつかあるので紹介していきたいと思います。まずはブランド名とかは違うんですけど、用途的にはね同じように使ってて、まずこっち青い方がラロッシュポゼのターマルウォーターミスト状の化粧水です。でこれは顔とか体にも使えます。こちらはアベンヌウォーター化粧水敏感肌用です。どちらもね、まあ、肌質とかにももちろんよるんですけど、赤ちゃんとかでも使えるよっていうようなミストになってます。だから私はねこの2つは特に肌荒れしたっていうわけじゃなくて、すごい快適にね使えました。私のこの使い方は、お風呂上がりにスキンケアするまでにその日お風呂で使ってたタオルとかを洗濯機にぶち込んですぐに洗濯機回すみたいなとかが結構流れルーティーンになってて、だからそのスキンケアするまでにどうしてもやっぱ乾燥するじゃないですか。年齢的に乾燥するんですよ。でそのスキンケアまでのワンテンポある間にちょっとだけでもね、本当はすぐにスキンケアするべきなんですけど、どうしてもこうすぐに洗濯機回したいとかのために、つなぎとしてお風呂上がってからすぐにこのミストをバーって振りかけてから洗濯機回してスキンケアに移るっていう感じでね使ってます。今使ってるのはまたこれアベンヌウォーターなんですけど、でこのねアベンヌウォーターはここ何年かもうずっと通年でね使ってます。でこのラロッシュポゼは今年の、まあ、自粛期間明けぐらいから初めてね使いました。そんなに大差はなくっていうか同じような感じでね使ってて、これ今使ってるねアベンヌウォーターなんですけど、まあ、そのつなぎとして化粧水の前にブースターとして使うこともあれば、今年はね夏場そんなに出かけることもなく、もう近場のスーパー行って帰ってくるとかばっかりだったんで、そんなにね炎天下の中こう出歩いたっていうことは少なかったんですけど、例えば日焼けしてしまった時とかにこういうのを腕とかあと足出してたら足とかにもプシャーって振りかけて、で保湿してあげるとかっていう感じでもね使いやすくて、日焼けってね大げさに言うとまあやけどなんですよ。だからそのまま置いておくとどうしても乾燥とかがすごいひどくなってくるから、なので日に当たってしまったっていう時とかはシャーってしてこう全身をね保湿して補ってます。まあそういう感じで今年っていうか今はもう大体ね顔のその化粧水までのつなぎとしてしか使ってないんですけど、こちらはね、私的にはすごい使いやすいです。今、アベンヌウォーター使ってるけど、またね、今後、このラロッシュポゼの方も、こう、交互とかで使っていこうかなと思います。続いてもスキンケアです。無印良品の化粧水。敏感肌用のさっぱりタイプです。これもね、実際に今こちらを使ってて、これはもう何十本、絶対2桁は越してて、何本もリピートしてるものなんですけど、特にこれで私はね、肌荒れするっていうこともなく、使いやすくて今も使ってます。まあ、できるものなら冬とかこの今の時期は保湿できるしっとりタイプとかに変えたいんですけど、私どうしてもねこれも無印で変えるんですけど、このミスト状のねスプレー、こういうやつ、これを使いたいんですよ。これにするとねシャーッと直にこう顔に当てれるし、あとコットンパックとかする時にもシャッ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 ってすごい楽なんですよ。しっとりタイプとかそういうとろみのある化粧水ってこういうポンプのもの、まあ、使えないものもあれば、めちゃくちゃダイレクトに、もう一方向に、目にダイレクトアタックしてくるような風に変わっちゃったりとかで、そういう事件が私起きたんですよ。で、それをミストの、この付け替えのもののせいにしちゃってて、そこでとろみのある成分とかそうなりやすいっていうことをね、教えていただいて、そこで知ってから、さっぱりタイプを中心的に使うようになりました。だから化粧水はねさっぱりタイプを使っても、上からかぶせる乳液とか保湿クリームとかそういうのをしっとりと使えるものをね上からカバーでつけようと思って、なのでこの今年の冬もねこちらのさっぱりタイプを使おうと思います。全然ベタベタしなくてすごいサラサラで使いやすいし、あとねこれ 200ml かなで580円とかで安いんですよ。昔は、まあ、同じような値段でもうちょっと容量のあるハトムキ化粧水とか、なんか日本酒なんとかっていう化粧水とかも結構使ってたんですけど、肌が年々弱くなっていって、すごいヒリヒリするんですよ。で、そこからこの無印とかにね、変えるようにしました。肌弱い強い関係なく、これだけ合わないとかっていう人もね、もちろんいると思うんですけど、これはアルコールフリーとか、無着色、無香料とか、なんか肌に優しいような成分になってるので、私はね、これ安心して使ってます。そして次、
これもね、今年から初めて使ったビオデルマのイドラビオ H2O っていう洗顔とクレンジング水両方になってるものです。ダブル洗顔とかしなくてもこれ1本でクレンジングしてくれるし洗顔もしてくれるっていう形になってます。結構ね、洗浄力のあるメイク落としは落ちてくれる分やっぱりね、この肌の油ごとごそって持っていかれるからすっごいパシパシになるんですよ。でも私はね、この青いタイプ、このタイプしかまだ使ってないんですけど、これは全然ね、乾燥するとかヒリヒリするっていうこともなく、むしろこれやった後すごいペタペタって保湿してくれるなと思ってね、使い切りました。でね、好きでこれ今2本目突入してるところです。結構ね、これも容量入ってて 250ml あるんですよ。で、だいたいコットン2枚にこれを染み込ませて、で、アイメイクだけ落とすものと、あとこのベースメイク、肌とかを綺麗に落とすもので2枚でね、使ってます。まあ、こういう化粧水に比べてそんな安いものではないんですよ。でも容量があるからそう思うと別に高くもないのかなって思いました。ちょうどね、この自粛期間中前かなからすっごい肌がね、荒れて、まあ、ストレスとか寝不足もあっただろうし、あとマスクをね、ずっとしなきゃいけないっていうような時期でね、余計乾燥とか肌荒れが気になってたんですけど、その時にちょっと今使ってるものを変えて新しいものを試そうと思って、オーガニックコスメとかをいろいろ調べて、でそこでね、結構これが上位に出てきたんですよ。ピンクとかもね、結構有名だと思います。これね、すごい落としてくれる。私はね、マスカラがヒロインメイクのものを結構使うんですけど、それは落ちないかな。マスカラは別でね、このマスカラリムーバーとかを別に買って使ってるんですけど、それ以外のこうちょっと濃いめにしたアイメイクとかでも、ティント系のリップとかでも、これはね、スルッと落ちてくれました。これ結構気に入ったんで、まあ、次ね、同じ青買うかはわからないんですけど、ピンクとか、また同じね、このビオデルマのシリーズを使いたいなと思うぐらい、すごい気に入ってます。これもね、肌によって合うかわからないんですけど、ちょっとクレンジング水とかで悩んでるっていう方はね、ぜひ使ってみてください。これはね、もうコットン使って落とせるので、だからお風呂場にもう今はメイク落としとか置いてなくって、これをね、洗面所で使って済ませてます。それでは最後使い切り、またね、こちらです。これはね、もう毎回使い切る。フィーノ。これももうね、絶対2桁は余裕でいってる。あ、それ何やった。ベージュっぽいカラーのトリートメントなんですけど、髪の毛をそんなに染めたこともない人とか、ブリーチしてない人にはそんなに効果はね、わかりづらいと思うんですけど、私みたいなここら辺ブリーチめちゃくちゃしてるとか、あと何回も髪の毛染めてるとか、そういう人にね、すごいおすすめです。まあ、その行った美容院が使ってるもののトリートメントの種類にもよるんですけど、ああいうのその時だけつるんってするけど、やっぱり家帰ってくるとどうしてもね、パシパシになってきたりとか、あとあと痛みのダメージとかが分かりやすくなってきたりすると思うんですよ。いや、それを家で補うようでね、これもね、アットコスメとかですごいかなり上位の方にあるトリートメントで、ドンキとか薬局で買えるんですけど、値段の振り幅が結構大きくって、800円ぐらいとかで売ってる時もあれば、安かったら498円とか、700円800円ぐらいで買うとちょっと損じゃないかなって思います。5、600円ぐらいで見つけたら、まあ、買うといいんじゃないかなって。週に1、2回ぐらいでいいんですよ。ただ私はね、ダメージ与えすぎた時とか、ブリーチしたりとかした時は5日間から1週間ほどは毎日ね、この毛先だけにつけるようにしてます。そうすると、もちろんめちゃくちゃパシパシに傷んでるんですけど、何もケアしないで他のね、これじゃないトリートメントとかを使うよりかは、断然これの方がね、サラサラで入れるんですよ。傷んでるにね、変わりはないけど、これがあるから私は安心してね、ケアブリーチとかできるかなって思います。そう、ここにも書いてるんですよ、特に傷んだ髪を。このただおすすめだから試すっていうわけじゃなくて、髪の毛にダメージを与えてる人におすすめしたいです。普通にね、そんなに染めることない人だったら全然効果とかはね、出にくいと思います。これ最近はね、ずっと使い続けてるから、めちゃくちゃこうトゥルンってなったっていうような劇的な変化はわからないんですけど、初めて使った時ね、もうびっくりした。こんなにトリートメントって種類違うんかみたいな。もっとね、薬局とかでこうチューブ状とかになった1000円前後とかするやつの方が値段的には高いけど、私はね、こっちの方が髪質的にはね、合いました。というわけで今回ね、使い切りで、他にもね、コスメとかスキンケアとか使い切ったものあったんですけど、置いておくって
っていうのは本当にできないんですよ。邪魔になるしとかって思ってすぐに使い切ったらね処分しちゃってたんですけど、なんとか生き残った人たちがこちらでした。リピートしてるものとかもあるんですけど、いろんなのを試したい人間でもあるので、皆さんがリピートしてるお気に入りのねアイテムとかもあればぜひコメント欄で教えてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。まいどー。